こんにちは、皆さん。今日は韓国に関連した話をしようと思います。最大野党が日本の処理水放出に対して必要な反対運動をしているようですが、今日はそういう話ではありません。韓国が羨ましいという話です。そう言うと反発される方もいるかもしれませんが、とりあえず聞いてみてください。監査院立法権が韓国の前大統領ムン・ジェイン政権が国の経済や社会の状況を把握するために非常に重要な情報である統計データの改ざんをしたと指摘しています。政府の高官たちが数年にわたり統計データを改ざんしていた疑いが浮上したのです。大統領室の高官は企業で例えれば、企業が株主や国内外の取引相手を欺くような行為であり、これを正さない限り我々も会計改ざんの共犯とみなされると述べているそうです。統計データは国の政策決定に欠かせない要素であり、多くの人々に影響を与えます。そのためその正確性は非常に重要です。監査院は政府の活動を監視し、不正や問題がある場合にそれを調査する役割を果たしています。監査院は文政権時代の高官ら22人の捜査を検察に要請しました。政府関係者の行動が正当な範囲内に収まっているかどうかは今後法的に検証されるでしょう。政府内での不正行為が明らかになり、それに対する調査と法的な対応が行われる点で三権分立の原則が実現されています。監査院、立法権、検察、司法権、政府、行政権がそれぞれの役割を果たし、三権分立の原則に従って行動しています。しかし監査院の調査の進行については疑念が投げかけられ、一部で批判的な意見も聞かれます。監査院は初期からこの問題を国家統計の改ざんとして位置づけ、世論を喚起しましたが、期待された結果が得られず、調査期間を何度も延長するなど調査方法に疑念を抱く声も多くありました。またまだ事実が確定されていない段階で当事者の容疑を公表し、政治的な論争を巻き起こしたことで、監察院自体が政治的な監査の疑念を招く結果となりました。公正な調査を求める声も高まっているようです。それでも監査院は行動し続けており、三権分立の原則が機能していると言えると思うんです。日本は首都東京に三権、政治、経済などすべてが一極集中しています。しかし韓国では一極集中で賄賂や汚職が横行し、10年ほど前から省庁移転を始めたのです。現在では首都ソウルを上回る数の政府機関が韓国中部のセジョン市に移転しているのです。韓国は大統領制、日本は議員内閣制です。議員内閣制の日本では行政権の長は国民全体の代表ではなく、一地方の代表に過ぎません。なので韓国は官僚より政治が強く、日本は逆ということになります。今年政府が進める東京一極集中是正の一環で、文化庁の9課のうち5課が東京霞が関から京都に移りました。中央省庁の地方移転は明治以来初めてだそうです。日本では官僚が強すぎてなかなか移転が進まないのだと思います。日本と韓国の大きな違いは意思決定の速さ。韓国は政界が決めたら即開始し、後でついてきた問題の対処をしていくという形。日本では慎重に
しっかりと見極めてとなかなか進みませんよね。日本では昨年7月、故安倍晋三元首相の暗殺事件が起こりました。議会人である一人の国会議員が選挙の演説中に暗殺されたのです。これはいかなる理由があろうとも正当化できません。国民の選挙により議会制民主主義に対する冒涜です。国会及び全国各地方議会は直ちに避難決議を行うべきだったはずです。避難決議は法的拘束力や強制力はない、いわば声明ですが、議会の公式見解として規範に反する不当な行為を行った相手に公式に抗議し非難するものです。公式の抗議として世論形成に影響を与え重要なことだと思うのですが、実際に避難決議を行った地方議会は少数だったのです。この暗殺事件によりさらに政治家と反社会的宗教団体旧統一教会の関連が明るみになりました。私はかねてからなぜ細田博之衆議院議長が解任されないでとどまっているのか疑念を持ってきました。旧統一教会はすでに裁判所で違法行為が確定しており、違法な団体として認識されています。そしてビデオ映像や細田博之衆議院議長本人が公表した文書からも関与は明らかです。なので速やかな対処が必要だと思ってきました。日本国憲法ではその統治と機構において三権分立を担う国家機関として行政府の内閣、司法府の裁判所のほかに立法府の国会を設けています。日本の国会は三権分立の原則に基づき国権の最高機関です。立法権は一般的抽象的法規範を制定する国家行為を指し、国民の選挙によって選ばれた国会議員が法律という法規範を制定するという役割を担っています。その国会で細田博之氏が衆議院議長にとどまり続けることは国権の最高機関である国会に対する冒涜であり、私たち国民の選挙による議会制民主主義民主制度に対する冒涜です。また特に解任はできないとされていますが、衆議院議員の中から衆議院議長解任動議を出すこともできるはずです。しかし誰も行動していません。立法が停滞しています。韓国ならばおそらくこのようなことは起こらないと思います。反社会的宗教団体旧統一教会に対する不活発な対応は民主制度の危機を意味します。法の支配が揺らぐ状態です。先日の内閣改造でも新副大臣政務官のうちおよそ半数に旧統一教会側と接点のある人が起用され、さらに森山正人文部科学大臣はじめ閣僚4人が旧統一教会と接点があった人を就任させています。そこに今回の韓国の報道、乱暴であろうが監査院、立法権、検察、司法権、政府、行政権がそれぞれの役割を果たし三権分立が機能していることを羨ましく思ったのです。以前は韓国では大統領が退任後逮捕されることが多く、変な国だよなぁと思っていましたが、これは今回のように三権分立の原則通り調査機能や法的対応が実現した結果なんだろうと改めて理解できました。日本を比べると悲しくなってしまいます。あなたはいかがお考えになりますか？よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。